はい、こんばんは、パパケイノです。今夜も一緒に乾杯しましょう。今日は一番搾り飲もうかなと思います。いや、これね、前回の動画で紹介した株主優待ではありません。また別にもう一本冷蔵庫の中にあったんですよね。あれはいつ飲もうかな。まあそのうち飲みますけどね。まあとは言ってもね、わざわざもったいつけるほど珍しいビールじゃないですけどね。よし、じゃあさ、んー、どうだ、なんだっけ、継ぎ方があるんだけど、そういえば未だにそんなのは実行した試しがない。はい、まあこんなもんでいいでしょう。では皆様、準備はよろしいでしょうか。はい、乾杯。お疲れ様でした。いや、ビールはいつ飲んでもうまいもんですね。うん、でね、つまむものはね、もやし炒めです。なんて言ったっけな、これボロジャソーセージとかって言ったかな。最近気に入ってよく買ってんですよ。あのね、ちょっとこれぐらい大きいやつね。魚肉ソーセージとは違う。あの魚肉ソーセージっぽいのがよく売ってますけど、それとは違います。それよりちゃんとしてるやつ。あの、うん、まあ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 いいや。じゃあいただきます。うん、おそらく見ている皆さんがね、想像しているような味だと思います。まあ酒の魚なんてどうでもいいんですよね。あまり豪華すぎる魚を用意するとね、お酒もグレード上げなきゃとかになってね、そしてさらに飲みすぎちゃって大変なことになるんですけど、もうそういう失敗何度もやってますからね。はい、でね、またサブチャンネルの方ね、いろいろとコメントいただいてますのでね、この場を借りてとりあえず1回目の米返しをさせていただこうかと思います。ヤーさん、株主優待いいですね。いいでしょう。まあでも本当はね、優待よりもね、あの配当金とかね、それからキャピタルゲインね、売買益とかをね、追求した方が利口なんですけどね。うん、で林道初心者さん、乾杯。つまみは厚揚げです。本編見てなかった、見てきます。お願いします。あ、そうだ、さっきメインチャンネルの方もそうだ、コメントいただいてましたよね。入場してくれないのですか。いたしません、僕はそんな人格者ではございません。で、アナオアナタさん、愛宕神社は良かったです。富津に行った時はトンネルなる道を行くのですが、駐車に困り、前から石切り場があるかなと思っていたので助かりました。守谷のトンネルって磯場を木の橋を渡って通るトンネルでしたか。私は明治大学のところが気になって、鵜原理想郷から歩いて気がつきました。あ、これ明治じゃなくて明海大学ですね。そうですね、うん、この鵜原のトンネル、あのこれ鵜原海岸の動画の時の話ですよね。あれね、そうなんですよ、その通りなんですよ。あれ、千葉で一番短いトンネルとかってね、ネタにしようと思ってたんですけどね、もう入れなかったんだよな。なんだっけ、あれどっか都立の高校のね、合宿所になってんですよね。だけど前はね、別に普通に入れたんですけどね、いつの間にかだんだん、なんていうのかな、ガードが固くなってきたっていうかね。この前行った時もね、入る時はどうこうって書いてあったから、入る人がいる前提のような感じだったんだけど、だけどその一方で立ち入り禁止って書いてあったからね、なんだよくわかんねえなとかって思って、念のために入るのやめたんですけどね。ちなみにだから磯の方に行くところはね、監視カメラがありました。で、あれですね、この明海大学のところが気になってっていう件は、おそらくあれですね、あの海岸から見える穴でしょうね。あれ、鵜原の弾薬庫跡ですね。あそこ今日本夜勤工業の管理なんだよな。日本夜勤、実は僕株主なんでね、関係者として入っちゃうかなって思ったりしてましたけどね。うん、いやでもな。で、立ち入り禁止で結構厳重にガードされてるはずなんだけど、実はあそこ意外と皆さん行ってるんだよね。うん、実際あそこはね、結構すごい校ですね。うん、素晴らしい。あれ、なんで知ってんのかな。まあいいや。それからシンプリミュージック NYC さん、僕は寿司を横に倒して挟み、お醤油につけてます。ネタとシャリを挟むのでネタが落下しません。
あ、これ前々回の動画へのコメントいただいたんですけどね。そうだ、これ見てハッて気がつきました。要はお寿司縦にこう挟んじゃっておけばネタが落ちないってことですよね。なんで僕それ気づかなかったんだろう。当たり前ですよね。そうですよね。そうやって掴んで、なぜ気づかなかったんだろう。お寿司はこう横に挟むものってね、思い込んでいました。そうですよね。あの動画見て同じこと思った方結構いっぱいいらっしゃったんじゃないかな。いや、なるほど、思い込みって恐ろしいもんですね。ということでね、今日はまあこれぐらいで短めに切り上げようかと思います。皆様におかれましては良い飲みライフをお送りくださいませ。でよかったらまた一緒に乾杯してくださいね。今夜もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。